戦争を体験してる感覚になります。息するのが苦しくなったぐらい緊張感で、っていう展開があるんですよ。そんなにあっさり？どうも、トゥモローです。本日もですね、名作映画のレビューをお伝えしていきたいなと思っております。本日はですね、1917、命をかけた伝令ですね、についてお伝えをしていきたいなと思います。こちらね、2020年の映画だって、今、まさに上映中ですね。2月の14日か15日からだったと思いますけど、まあ今、10日目ぐらいですかね。この動画を撮ってる段階では10日目ぐらいですけど、アカデミー賞3部門受賞ということで、大変話題になっている映画です。今年はですね、結構アカデミー賞、特に作品賞がもうものすごい、なんていうんですか、そのどれが取るのかわからないっていうぐらいですね、めちゃめちゃなんかこうライバル関係にあったわけです。すごい豊作の年だったって言われてて、1917ももう取るんじゃないかって言われてたぐらいだったんですね。まあ結果的にはなんだっけ、映像系とか音響系とかが取ったんですけど、その理由というのは、この全編ワンカット作品というね、これが有名な作品ですね。もう、1カメだけでやってるっていう。全シーン、普通だったらね、同じシーンでも別の角度からこう、カメラが切り替わったりとかしていくわけですけど、1個のカメラが追いかける形で、だからもうずっとね、その、なんだろう、作戦に、観客の自分が一緒に帯同してるような気分になるっていう、まあ、その技ありですね、本当に。もうそこが、味噌というか、それが全てというようなぐらいの映画だったと思います。話としてはね、はめられた仲間3600人。前線が、ドイツとイギリスで第一次世界大戦で戦ってる時にですね、ドイツが実はイギリス軍をはめるために、前線を下げるんですね。で、これを退却したと見てですね、イギリス軍がどんどん前に進んでですね、今まさに明日の明朝から、攻撃しようというふうなところになってるわけですけど、実はこの退却っていうのが、この退却したこっち側にですね、ものすごい前線を作っていてですね、ここで返り討ちにしてやろうっていう作戦のための退却だったんですね。で、イギリスはそのことに気づいていなくて、で、そのことに航空写真で気づいた将軍がですね、たった二人の若い兵士にですね、最前線まで攻撃中止を伝えろという指令を送ってくるわけですね。このはめられた仲間1600人の命がこの二人にかかってるっていう。そして、それによってイギリスが勝つか負けるかみたいなところまで、関係してしまうような、もうとても重要な任務をたった二人でこなしてこいって言われるという、そういうお話なんですね。良かったとか何かというとね、臨場感ですね。臨場感がもうとにかく半端じゃなかったです。まあそのカメラワークの問題もあるし、あとやっぱその、なんだろうな、危機に近づいていく時の、こう、ひたひたとした怖さもあれば、もう明らかなその爆弾の中走ってこう行くっていうようなシーンもあればですね、とにかく臨場感が半端じゃなくてですね、正直僕実は最初の30分ぐらい、まあ本当にそのもう戦争の世界に入り込むためのこうぐーっと入り込ましていくようなそのシーンがですね、あまりにも臨場感ありすぎて、ちょっとね、息するのが苦しくなったぐらい緊張感で。で、あとまあ、ちょっとね、その、悪かった点としては、あまりにリアルで、ワンカメで撮ってるんで、そんなに画面揺れないんだけど、やっぱね、1カメでこう、ぐーっと追いかけるようなカメラワークなんでね、僕警察24時とかの、犯人追いかけるカメラがこう揺れるシーンとかあるじゃないですか。ああいうの僕全然ダメなんですよ。見てると酔っちゃうんですね。で、その酔っちゃう感じ、まあ、そこまで揺れてないのに酔っちゃう感じが出たのは、あまりに緊迫感がすごすぎてですね、ちょっとこう、呼吸が浅くなっちゃう。本当に緊張をする、一緒にその場にいるぐらいのすごい体験をしましたね。なんで見る方は本当にね、迷わず映画館に行ってください。映画館に行ってなんぼっていう映画なんで、ぜひ映画館に行ってもらえたらなと思います。この臨場感がまずすごかったですね。もう一個が、先が読めない展開がね、やっぱすごかった。特にね、2点ぐらい、まあ、ネタバレなしなんで、このレビューなんでね、ネタバレなしですけど、2点ぐらい、っていう展開があるんですよ。そんなにあっさり？みたいなシーンがあったりとかですね。結構驚く展開がありました。なんで、なんだろうな。次この瞬間に何が起こるかわかんないとか、罠が待ち受けてたりとか、急な襲撃にあったりとかですね。なんか、助けたと思ったら、みたいなシーンがあったりとかですね。
もう驚くような、みたいな、裏切られるようなシーンがすごいあってですね、先が読めない展開っていうのはすごい良かったんだというふうに思います。なんで、まあ、特にね、あのトレーラーの中にも入ってる、あの爆発のバーンバーンって爆発の中を主役がこう走っていくシーンが、でそこに1917ってこう文字が入っていくみたいな効果でトレーラーの中で ありますよね。あのシーン、あのシーンがもうとにかく手に汗握りますね。本当にあそこの緊迫感半端じゃないです。あの映像からももちろん、あのトレーラーのあれからでももちろんすげえって思うと思うんですけど、ストーリー見た上でまたあれがどういう状況なのかっていうのも分かった上でまた映画館であれ見ると半端じゃないんで、あの爆発の中走り泣けるシーン、あそこ本当に見どころなんで、あのぜひ見に行っていただけたらなと思います。ということでですね、レビューですね、1917、まあ映画館で見るなら何点か、91点でございました。はい、100点満点91点というのが、トモローがつけた点数でございました。めっちゃおすすめです。普通におすすめ。ちょっとその酔っちゃうっていうところでマイナスしてるぐらいで、あとね、ちょっと深刻なんで、見ててちょっときついっていうのはありますね。やっぱね、戦争を体験してる感覚になります。まあ僕のね、おじいちゃんは第二次世界大戦行って帰ってきてるんですけど、帰ってきて以降、一切戦争の時の話しなかったんですね。で、うちの母親が、まあちっちゃい頃とかにどんな体験したのかっていうのを聞いたりとかしても、って言って話さないっていう。まあ中国のね、前線にいたりしたんで、まあ、本当の修羅場みたいなものを経験したんでしょうね。で、この、作品の中でも本当に命からがら死体の中這いずり回ってみたいなシーンとかもかなりリアルにあるんですけど、うわ、じいちゃんこういう感じだったんだろうなっていうのをちょっと改めて、だから、まあね、その、戦争時ですからうちのじいちゃんだってね、その非人道的なこともしたのかもしれないし、まあ二度と思い出したくないっていう、ね、どんだけ悲惨な現場だったのかっていうのもあったのかもしれないです。もうそれも一切話さないままね、20年ぐらい前にもう亡くなっちゃったんで、もう今じゃ聞けないんですけど、まあそういうものを少し体験させてもらったなって思ったぐらい、本当に映画だったなと思います。ということで、またですね、トゥモローが名作認定した映画をサクッと解説していくという、レビューしていくというチャンネルでございます。人生を10倍楽しみたいというためにはですね、この映画ってすごいいいツールだと思いますので、ぜひこの人生が10倍楽しくなる世界に入門したいという方は、チャンネル登録の方をぜひしてみてください。他の映画解説もね、ぜひしてますんで、どんどん見てみてください。ということで、ぜひ1917見に行ってもらえたらと思います。ということで、ありがとうございました。こともあろうに、我が人生が10倍楽しくなる世界に入門してくるとは。